ございます。通知機だから連打した。本当ありがとうございます。今日はめっちゃ目が乾いてた。朝起きたら目薬した。前髪も直してきました。あげてたから。やっぱ9時だからさ、余裕がある。ムーブメントができる。はよう。ペダル作用にセンター位置ぐるんと変わったの、なんかすごかったです。リハーサルでやってみたんですよ。私が動いてみたら、いいじゃんそれってなって、ごめんなさい。白目が白すぎて羨ましい。なんか今日ね、なんか白目が綺麗になるやつ、その目薬で刺したんですよ。染みてびっくりした。はよう。着圧脱いでた。ご両親いってらっしゃい。昨日森の卒校を見ました。ありがとう。サイン会よろしく。昨日はお家広島に0時10分かなに帰って、ご飯まだ。でしょ？だから夜配信ないって撮ってよかったって思った。そうそう。はいよ。公演すごく素敵だった。ありがとう。そうそう。時間前はまだ帰ってきてないわけ。そうですね。疲れ。そう。食べ子動物の一番くじ近所のファミマにあったから買ってみた。何が当たった？ありがとう。でも大丈夫です。私目薬全然刺さないので。サイン会仕事で見れないと思いますね。あら、お仕事頑張ってください。そうそう。公園で列ありがとう。いっぱいありがとう。いや、古風な家具、本当？もしかしたらラストワン賞狙えるかも。いいね。羨ましいぜ。はよ。バットマンでしょ。バット。はよ。ありがとう。珍しく2回。してないよ。ラストワン賞ならプレゼントに送っても大丈夫な。ポーチだから大
丈夫だと思います。ありがとう、嬉しい。三つ機械で3番目に可愛い道、イエーイ。こんな広い世の中でやだ。茶色のポーチ、そうそうそう、令和の平和ソング、7月のやつですよね。映画撮影はね5日間ぐらいで終わるから、そうだからいるんじゃないかなって思ってたけど、もちもいなかったら辛い、りほちゃんに会いたいって思いました。28の子はいないので、そうなんですよ、だからちょっと言ってたんだよ、先の方申し込んでくださいって。そう、理想が立てに夢で、ラストマンションの話だったから聞くけど、ビッグラポンの景品はどうだろう、わかんない。モルカ？よく寿司屋さん行くの？夕刻からサインか、ありがとう。そうそう。でもね、あの映画ね、あれらしいよ、なんか15分から30分ぐらいって言ってました。本当に短編、映画館で放送されるんじゃなくて、なんかフェスティバルのなんかやつだ、オキポにあげるモルカーね、この前ちょっと触った、そうそう、そうだから撮影もそう短期間でもね、なんか短編だからその分気持ちの切り替わりをなんか大幅に表現しなきゃ、あの分かりにくいんですみたいなを言われてて、 YouTube で上がる、そうで、そうなんや、めっちゃ昨日その公演前にお話をズームでね聞いたんですけど、なんか全然舞台と違って、もう映像の方で勉強になることばっかりで、そうすごかった。
ツインテール復活期待してよっき。なんでなんでいきなり。うん、今日も朝お米食べよ。昨日は美味しいもの食べた。あとね、マサラさん、マサラカレー食べました。写真送るね。昨日全然あれできなくて、メール送れなくて、ごめんなさい。日本酒飲んだことあるけど、日本酒ですよね、あのなんだっけ、あの江田島の地酒、朝カレーじゃないよ、昨日の夜。島の香りみたいなやつ飲んだことある。美味しかった。うん、めっちゃ美味しかった。甘かったんですね、なんか甘口が好き。頑張って、ありがとう。それでは少し早いのですが、誕生を読んでいきたいと思います。今日何着ようかな。いきます。13位ゆうさん、12位まさじさん、11位しけんまじんさん、10位ゾニゾニさん、9位なかともさん、8位あもずさん、7位ダダダダムドさん、6位セリアさん、5位シャルルさん、4位キョンシーさん、3位マサさん、2位ピーターホンさん、そして1位はトゥルルルルンちゃん、ダンディーさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はトゥルルルルルンちゃん、ヒョウさん、ありがとう。 Thank you 皆さん。うん、それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイトある方は頑張っていきましょう。今北水さん、とても今日は今から8時間、7時間、6時間くらい、6時間か、配信をするのでぜひ見に来てください。そうなのよ、次は13時半から。もうちょっとですね、皆さんのサイン会、みんなのサイン会ぜひ見てください。それでは今日も一日ファイトラブ、せーの、エリエリオー、またね、楽しみに。うん、任せロリー。